ホテルの朝食はこんな感じでした。野菜が欲しくなりました。ホテルの朝部屋でチューニングをしてます。昨日ちょっとやってみてピッチが悪かったところもあったので微調整をしてみてます。はい、チューニングはなんとか終わりました。今日はオークランドの駅にあるストリートピアノに沙織さんが挑戦するそうなので、一緒にピアノレガンで2曲ほど演奏したいなと思っております。予定ではエンターテイナーとタイプライターをやろうと思ってますが、その場の雰囲気でどうなるか分かりませんが、もし演奏できた時にはお互いの YouTube チャンネルで公開しますので楽しみにしていてください。ドキドキしますね。では行ってきます。ちなみに今回滞在しているホテルの窓からはニュージーランドのオークランドの名物のスカイタワーが見えるお部屋となっておりました。登るかどうかは分かりません。はい、今日はこれからオークランド博物館というところに行ってきます。ニュージーランドの歴史が分かるそうなので楽しみです。ホテルから歩いて30分ぐらいなので車を使わずに歩いていこうかと思います。行ってきます。それではここからはタイムラプスでお送りしていこうと思います。だいたい30分ぐらいの道のりだったんですけども、いろいろ面白いものもありました。この看板もちょっとデザインが可愛いですよね。で、街中に電動バイクもいっぱい走っていました。そしてこちらの歩行者用のボタンなんですけども、押したか押してないかよくわからない感じでした。そうこうしているうちにオークランド博物館に到着です。はい、ニュージーランド2日目はオークランド博物館にやってきました。館内は写真撮影と動画撮影の一部を除いて大丈夫そうなので、少しだけ動画で紹介できたらいいなと思います。では行ってきます。博物館の中はこんな感じです。エントランスなんですが、ここでチケットを買いました。いや、やっぱりまだ英語慣れないのですごく緊張しました。今日はオークランド博物館にやってきました。この中は一部場所を除いて写真撮影と動画が OK そうなので、少し動画にも収めていこうと思います。こちらのインスタ360X4 を使って、はい、ここにつけて撮影していきたいと思います。博物館の中はこんな感じです。いろいろなこのニュージーランドにまつわるとても重要なこの舌を出しているこちらのモニュメントもいっぱいありました。で、マオリの歴史に触れるいろんなものがあったり、もう見どころ満載でした。2時間3時間ぐらいこの博物館を散策してみました。当初はそんなに長くいる予定はなかったんですが、マオリのパフォーマンスがありまして1日に2回あるんですが、残念ながら1回目の時間に到着は間に合わなくて、2回目に見ておうかなと思ったらそのくらい滞在しないといけなかったので、まあそのくらい中をゆっくり見ながら待とうかという感じでした。でも実際に入ってみたらとても面白くて、2時間3時間があっという間に過ぎた感じでした。そしてお土産屋さんでキウイの素敵なペンダントを沙織さんは購入したんですけども、こちらにキウイのものがあったのでそこで写真を1枚撮りました。キウイってとても可愛いキャラクターで動物で、いつか生で見てみたいです。これからこちらのマオリ族のカルチャーパフォーマンスコンサートというのにコンサートエンターテインメントを見に行っていきます。はい、こちらを見るために時間を潰しました。いやー面白かったです。こちらは動画撮れなかったんですが、ぜひ訪れた方はぜひ見てください。そしてこちらの砲台、もしかしたら覗いたら何か見えるんじゃないかなと思って見てみたら何も見えませんでした。しょんぼり。さて、そんなこんなでもう一度ホテルに歩いて帰りました。ここから帰った後は少し休憩を挟んで、いよいよ駅ピアノ、ストリートピアノに向かいます。いやドキドキですね。ただ今回の世界一周の旅では世界中にあるストリートピアノも使ったりしながら演奏動画を撮っていこうかなとも思っているので、初めての第1回目のストリートライブがどんな風になるのかドキドキです。では行ってみましょうと思ったんですが、ちょっとスーパーに寄り道した時にこちらの昆布茶って書いてあるのにいろんなフレーバー味がある謎なドリンクがありました。今からニュージーランドの駅のストリートピアノでちょっと演奏できないかと思って用意していきたいと思います。無事に行けるかどうかはこの動画を見ていただければわかると思います。じゃあ出発しましょう。さあ、いよいよ楽器を持ってこちらの駅ピアノがある駅にやってきました。昨日の夜も下見に来たんですけども、その時はロープが張ってあって演奏できなかったので、今日は弾けるかどうかドキドキでした。
はい、今無事にスリートピアノデビュー終わりました。たくさんの人を見てもらって、ね、嬉しかったです。この動画は、動画で多分そのうち公開されると思うのでぜひ見てみてください。僕の方のオルガンはちょっと不調だったりトラブルもあった演奏ですがならではということで楽しんでもらえたら嬉しいです。またいろんな世界中のストーリーとかいろんな場所で弾いていくのでもし偶然出会える方がいたら声かけてください。What kind of a musical instrument is this? Yes, musical instrument. So you do it again. So you do it again. 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 You do it again.これ今世界一周を旅して。そうなんですか。そうなんですね。一昨日から始まって。そう。あ、そうですか。一昨日から。そうなんです。そうなんですか。何か楽器もされてるんですか。僕はピアノちょっとやったり、だから来たんですよ。これなんか演奏しようかなみたいな。できないですけど、あと小学校のやってるところもあって、リコーダーの少しとか、あとはハーモニカ少しとか、ちょっと。そうですね。ハモリカバックにあるかもしれないけど、わかんないですけど。すごい。で、でも頑張ってください。いやでも、あ、もしよかったらなんですけど、もしよかったらなんですけど、僕たち今回その世界一周で出会った人とかに、と僕もこうバトと真っ白い楽器を使ったら、名前かなんかちょっと。あ、なんかペンあります？あります。あ、どうも。さあ、先に。あ、先に。実は最初の一人目。あ、いいですか。すごい。光栄です。好きな色でいいんですけども、何色が好きですか？白で。白で関係ない。白以外。相性以外。じゃあ、まあ、じゃあ黒色でいいかな。白にしますか？去年してる。いや、嬉しいです。ね、嬉しい。これ書いていただいてるので、動画撮ってもいいですか？あ、いいですよ。いいですか？今こうやって回ってる？止まってる？わかんない。あ、回ってる。よかった。いや、お会いできて光栄です。いや、こちらこそ本当に。昨日の夜、実はちょっとこの辺下見に来たんですけど、雰囲気がこう、ガッドがされていて。はいはいはい。コテツライナーファイヤケム、タウェイデパイドア、ステラベツライナーファレルのピアノレットマーティーパーです。ベツライナーテーメン、ディオンドロマーティーパーです。ここを閉めて中のボールがよく動くまで前後に振ってください。もしキャップなしで振るとペン先が抜ける場合があるのでご注意ください。でペン先を下向きにして数回押すとインクができます。あ、できました。ありがとうございます。この前のどこでも貴重な一人目の方に書いてもらうことができました。お名前聞き忘れてしまったんですけども出会えてとっても嬉しかったです。素敵なデザインサインを書いてくださいましてありがとうございます。素敵。こっちにもお願いします。あそこにも。はいはいはい。そして夜ご飯はせっかくなのでニュージーランドのっぽいものを食べたいなと思ってファーストフード店に来ました。キウイバーガーっていうのがあるんですけども、そちらをちょっと沙織さんはいただきました。僕はもう一個下にあったアボカドが入ってるバーガーにしました。どちらもめちゃくちゃ大きいんですけども値段が結構高かったです。ハンバーガー2つとコーラで42ニュージーランドドル。うん、結構ごちそうでした。でもコーラ美味しかったです。そしてすごくボリュームいっぱいだったりするんですけども味が美味しかった。また食べたいなと思える日本人の口にも合う美味しい味でした。ぜひご賞味ください。でこのハンバーガーの下についてるこれ組み立てるんですけどすごく持ちやすくて便利で感動しました。はい、沙織さんのキウイバーガーはこんなものが入ってます。美味しいですよ。さあというわけで2日目も終わりました。明日はちょっと場所を変えてロトルアというところに移動します。また新しい動画も作っていきますのでぜひチャンネル登録や感想コメント応援していただけると嬉しいです。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。